先生、すいません。質問が入っておりまして、神田山の土は神田川を利用して日比谷の入江に運んだんでしょうかと考えてよろしいでしょうか。すでにお答えが出てるかもしれませんが、という質問が簡入っ単てにる。申し上げていきます。はい。神田川はですね、日比谷入江を埋め立てたところにはまだ存在しなかったですね。神田川を作ったのは伊達政宗でしてね。で、伊達政宗が神田川を作るまではですね、平川しかなかったんですよね。で、神田山を崩したときはですね、そのまま陸路を運んで日比谷入江まで持ってたと思います。で、神田川がですね、できるのはずっと後になります。だから家康の時代ではなくて、後の秀忠の時代になりますので、したがって神田川を通って土砂を運ぶことはできなかったんです。陸路で運んだということでございますね。で、当時まだ神田川は存在しなかったっ存てい在うのが。しなかった。はい。ありがとうございます。はい。それでは先生、第18話をはおい、願わかりいいまたした。します。では最終回、最後ですね。はい。どうもお待たせいたしました。では、最後18話。超巨大城郭を守った史上最大かつ最多の枡形門でお話をいたします。今度は城門の話でございます。では、最初のスライド、お願いいたします。次へ行ってください。はい。枡形門のこの模式図をちょっと示しておきました。枡形門というのはですね、この枡形の外側と内側に2つ城門を作るということなんですけれども、この図ではですね、真ん中のところにある四角い広場、これが枡形というものです。で、枡というのはですね、お米を量る枡のことでございまして、で、木でできた四角い箱ですよね。で、この木でできたお米を量るマスと同じような格好をしてるから、マスの形ということで、マス型とついてます。要するに、現代語訳しますと、箱のような形ということですね。で、四角い箱のようなもの、これがマス型ってことです。で、マス型のですね、外側はですね、当然、お堀がありますから、で、今、この画面の下の方はお堀です。で、お堀に石垣がこうできてましたね。で、お堀を渡るために土橋があって、土橋を渡ったところに、枡形の外側の門。で、枡形が作られるようになりましたのは、かなり古い、秀吉の時代からあるんですけれども、この枡形門といって、二重構えの城門を建てるようになりましたのは、関ヶ原の戦いの後です。したがって、関ヶ原の戦いの後になりますと、非常に性能のいい城門、高麗門というのが発明されておりましたから、枡形の外側はすべて高麗門になります。今そこに最初の入り口にあるちっちゃな門が高麗門です。で、高麗門を通り抜けますと枡形に入って、で、そこから右か左に折れ曲がったところに内側の城門、で、これ大抵は2階建ての城門である櫓門を建てます。で、この2つの城門で守っているのが枡形門といいます。で、外側の高麗門がないものはただ枡形というだけの話で、枡形門とは言わないですね。この二重構えの城門を言います。で、この二重構えの城門、枡形門を、なんていうんですかね、普及させたのは、当代一の築城の名手と言われました、藤堂高虎という人ですね。で、藤堂高虎がですね、愛媛県の今治というところに、今治城と作ってますけども、この今治城にこの枡形門を大々的に使いまして、で、あと高虎の城の作り方をですね、日本中の大名がですね、真似をするんですが、特に江戸幕府、徳川家康は、藤堂高虎を非常に城作りの名手としてですね、信任しておりましたから、家康が関連したお城はですね、基本的には枡形門を使ってたんですよね。で、従って、あれ、一つ前に戻っちゃいました。はい、ありがとうございます。この枡形門というのは、この高虎が発明して、で、家康が採用した、すなわち江戸城の象徴となるようなお城の城門作り方です。で、どのようなものに威力があったのかというのをちょっと示しておきましたんですけれども、この櫓門の2階の窓がありますが、櫓門の2階の窓から主として弓矢を射ます。それから
マス型をですね、土塀で囲ってますが、土塀には弓矢と鉄砲がの様が交互に刻んでありますね。今この図でですね、赤い線で書いたのが鉄砲の射線で、青い線で書いたのが弓矢の射線でございます。だってこんなように書かれますよね。で、一般的に考えてみますと、外側にありますこの高麗門を敵軍が打ち破るというのはとても考えられないんです。で、通常はこの高麗門をですね、敵は打ち破れませんけれども、この枡形門の威力を発揮するのは、この高麗門を敵が打ち破って枡形の中にまで侵入した時に初めて威力があります。まあ、そうなることはあまり例がないんですよ。まあ、敵が枡形まで入った時の備えをちょっと見てください。で、高麗門を突き抜けまして敵が中に入りますと、ちょうど枡形の広場に向かいまして、この三方向から弓矢や鉄砲がどんどんこの放たれます。で、この三方向から弓矢や鉄砲を撃たれますと、敵はですね、これ何もすることもできずに一瞬にして全滅をしてしまいますね。したがってこの枡形の中を突破するということは絶対に不可能なことで、まあ、当時のどのようなこの戦略戦法を使ってもですね、この枡形も突破することはできなかったということですね。枡形も突破する唯一の方法は、城門を守っている兵士が全くいなくなっちゃった時だけなんです。城門を守っている兵士がいなくなっちゃった時なんてのはなかなか想像つかないんですけども、まあ、例えば大阪のですね、夏の陣の時に夏の陣で外側で合戦した後ですね、大阪方負けますよね。その後大阪城はですね、守る人がいなくなっちゃいましたから、大阪城の城門はですね、非常に厳重だったんですけども、簡単に徳川軍に突破されちゃいますよね。ように城門を守る兵士がいなくなった時はこの枡形門っていうのは効果ありませんが、兵力がある限り枡形門を突破することは絶対に無理です。それからもう一つ大事な点はですね、この矢倉門のがですね、2階建ての門でございますから、矢倉門の2階の窓はですね、だいたい弓矢を射るためにできておりまして、で、弓矢の方が鉄砲よりもたくさん早く射ることができます。で、したがって1人の兵士がだいたい3分間にだいたい30支ぐらい弓矢を射ることができますので、まあ、3分間で30人ぐらいの敵兵を枡形の中で射殺すことができます。それに対して鉄砲は3分間に1発しか撃てませんので、したがって弓矢の方が非常に有効であるということで、矢倉門の2階から撃つ攻撃、主力攻撃兵器は弓矢なのです。で、窓辺のは大体鉄砲が混ざるわけですよね。で、こうして見ますとですね、外側についている高麗門っていうのは枡形門に対して非常に有効だったのは分かりますけども、敵が高麗門の中を突き抜けて枡形に入った時に3方向から攻撃を受けます。で、その時に高麗門の屋根は非常に小さいものですから、屋根の下に隠れようとしたってなかなか隠れられませんね。高麗門が発明される前はですね、屋根がもっと大きな薬衣門でした。薬衣門ですと屋根の下に隠れることができましたから、まあ、鉄砲玉や弓矢をですね、避けられたんですけど、この高麗門ですと屋根が非常に少ない、敵にとっては非常に嫌なもんですよね。で、この矢倉門のですね、2階がですね、この枡形の中の敵を攻撃する主なる役割なんですが、もう一つ大事なのは、この矢倉門の城門の扉の前に敵が達してしまった時が問題で、その門のですね、扉のところまで敵が来てしまった場合、まあ、確かに門の上にはですね、石落としがついてますけども、石落としからの攻撃っていうのは鉄砲で少し撃つだけですが、あまり拉致が開かないんですよね。で、扉の前の敵に対しては矢倉門と反対側に立っている土塀からですね、敵兵の背中を撃つことなんですよね。で、矢倉門のこの扉の前に立っている敵を反対側の土塀のところから鉄砲で撃とうとすると、この枡形のですね、この場合ですと矢倉門と反対側の土塀との間の距離ですけど、この距離がですね、長すぎると弓矢が届かないし、短すぎると今度はですね、この土塀から下を見たときに、要するに門の前側で見えなくなっちゃうんですよね。だから今この状態では矢倉門の反対の土塀からですね、矢倉門を見てみますと、門の扉の前のところの敵は簡単に撃てますけれども、この枡形の幅がこの図の3分の1ぐらいぐっと狭くしちゃいますと、どうなるかというと、土塀の様から見ると
門の前の敵はですね、見えなくなっちゃうんですよね。要するに門の扉の上の方しか見えなくなる。ということは、マス型のような格好をしていたものでも、この広場でない狭い通路の場合はマス型の役割を果たさない。したがってマス型というのはですね、あの内側の矢倉門の反対側までの距離がですね、だいたい弓矢の殺傷距離の20メーターぐらいですね。あの最大で20メーター、それから短い場合ですと10メーターを超え、あの下回りますと見えなくなっちゃいますから、だいたいこの幅が10メートルから20メーターの間ぐらいでないと役に立たんということになる。で、バス型もそれ以上大きいものは基本的にありませんけれども、そうすると幅が10メーターよりも狭いものについては、バス型ではないということになります。あのお城のですね、いろんな本にですね、あのこの城門の前のですね、あのちょっとした通路とか全部バス型とあの書いてある場合がありますけれども、本来マス型というのはある程度あの幅がないと役に立たないですね。江戸時代のマス型というのはそのように規定をされていました。で、このマス型にを使い、あの門を使いますと敵は一切ここから中に入れない。だからまあ江戸時代 の考えの城の攻め方では究極的な城門、絶対に突破できないあの城門だと言えるんですよね。で、そこで2枚目の城、次の城をお願いいたします。それで江戸城のですね、城門の絵図はですね、いっぱい残っておるんですけども、そのうちの一つ あの資料をお見せしました。下の方に書いてありますけども、江戸城あの御外郭御門絵図というですね、あの絵図でございまして、江戸時代にあの書かれまして、でこれを書いたのはですね、この江戸城のこの作字型、要するにあの江戸城の建物のですね、あの営善をやっていました高良家というですね、大工の棟梁家があったんですが、その高良家というですね、大工の棟梁家に伝わっていた絵図でございます。それを明治の初めに写した図がこれでございます。で、江戸城の外外郭、あの一番最初にですね、あののの字で書いたのというのとののあのひらがなののの字の上に載っている城門が外郭の城門でございますが、その外郭城門のすべての絵がこうやって残っているんですよね。で、今お見せしましたのはその中で北の丸のところにありました田安門の図でございます。田安門は現在も残っておりましてですね、で、このマス型の外側の高麗門と内側の矢倉門両方とも残っている。江戸城で両方とも残っている城門ではあまり数が多くないんですけども、まあ、典型的な江戸城の城門としてですね、代表とすることができるんですよね。で、これをちょっと見ていただきますと、まずあの下の方がお堀ですね。このお堀は非常に深い堀ですよね。水が入った水堀です。で、北の丸でございますが、石垣がありませんでして土手になっていて、土手の上のところに低い石垣が築いてありますね。この低い石垣は頭のてっぺんにしかないものですから鉢巻石垣と言っています。で、鉢巻石垣の上にあの土塀が立っていて、で、この図のですね、真ん中よりちょっと左のところに赤文字で、私の字でマス型と書いておきましたけど、これがマス型ですよね。で、そのマス型の下の方を見てください。下の方を見るとですね、そこにあの筆でですね、歌舞伎御門と書いてます。歌舞伎御門。歌舞伎御門というのは高麗門のことを言っています。江戸時代の文書で歌舞伎門と書いてありましたら、そのほとんど全部高麗門のことを言っておりますので、この歌舞伎御門というのは高麗門ですね。で、高麗門が外側にあって、で、マス型に入って、右に曲がったところに、黄色く大きな櫓が書いてますが、これが、あの、櫓門です。で、櫓門のですね、あの、黄色いところの中にですね、渡り親櫓と書いてありますから、これが、あの、櫓門の2階部分の櫓ですね。そこに、あの、15軒、あの4軒と書いてあります。これ、あの、上に、あの、乗ってます、あの、渡り櫓の大きさが書いてありますよね。ものすごく大きいですね。あの15軒ですが、長さが30メーターですね。で、幅が4軒ですが、長さが8メーター。8メートルかける30メーターなんていうですね、史上最大級の櫓門です。で、その真ん中あたりのところにですね、あの1階部分の城門が書いてあります。そこに大御門と書いてあります。大きな門ですね、大御門。この大御門のことが大きい門ですから、すなわち櫓門のことを表しています。で、これは典型的なマス型で、江戸城のあの城門はですね、こういったマス型門になっていて、要するに
歌舞伎御門である高麗門と渡り櫓がある大御門の櫓門、二つ構えの城門で、で、枡形の周りを土塀でグリグラの石垣と土塀で囲っている。で、城門入ったところに、もう一つ黄色いあの色が塗ったとかありますか、これは大番所と書いてありますから、そこに番所、城門を通過したですね、人たちをあの見張る、まあ、現在でいくと交番みたいなものですね。これが置いてあり、あの立っておりました。これで、たやす門のでございまして、江戸城の城門ってだいたいこのように枡形門になっていたのであります。で、次の資料をお願いいたします。で、今度はですね、今見ていただいたたやす門、今残っていますですね、あの城門の中のもですね、外側に立っている高麗門でございます。の実測図面です。一番上の図がですね、高麗門裏側から見た状態ですよね。で、真ん中の上から2つ目がですね、あの平面図。で、三つ目が正面から見た正面図。下は断面図になっております。で、ここでちょっと見ていただきたいのはですね、上から三つ目のですね、真正面から図を見た図を見てくださいますか。で、この高麗門はですね、扉があって、で、扉の両側にですね、柱が立ってますね。非常にあの幅の広い柱で、鏡柱って言うんですよね。で、この扉のすぐ上にですね、横に棒が渡ってますが、この横の棒のことをですね、歌舞伎というんですよね。で、その歌舞伎の上にですね、真ん中にちっちゃなですね、あの短い橋、あの柱みたいなのを使っていってます。で、その両側の、にあります、鏡柱がそのまま上にまで突き抜けて、で、真ん中の使ったこの3本で上の屋根を支えてるんですよね。で、全体的にこの正面から見ると、神社の正面に立っている鳥居とよく似た格好に見えませんか？で、鳥居の形の高麗門ですよね。で、実は高麗門っていうのは、豊臣秀吉がですね、朝鮮半島に、軍勢を派遣したですね、文禄慶長の役の時に、日本軍が初めて朝鮮半島に作った、城門が高麗門。高麗というのは朝鮮半島の国の名前ですね。で、高麗門で朝鮮半島の国の名前がついてますけど、実際に発明したのは作ったのは日本人だと。で、最初に高麗の国で作ったから高麗門という名前がついてます。で、秀吉のですね、文禄慶長の役の時に発明されまして、で、関ヶ原の戦いの後、城門がたくさん、お城がたくさん作られるようになりますけれども、その時には新型の高麗門非常に有効でございます。さっき見ていただいたように、この枡形門にした時には、ちょうど櫓門や周りの土塀からですね、攻撃した時に、この旧式のですね、薬位門ですと屋根が大きいもんですから、この高麗門ですと屋根が小さいもんですから、屋根の下に敵が隠れられない。ということです。新型の城門として非常に有効だったんですね。で、まあ、東道高虎の枡形門の発明と、普及と、それからですね、この高麗門の発明、ちょうど時期が一緒になりましたから、この、最新型の枡形門というのは、すべて高麗門が外側に立っているんですね。で、その高麗門でも最初に立った高麗門はですね、これとはちょっと違うんです。で、名古屋城や姫路城にあるのが最初の頃の高麗門でしてね、どこが違うかというと、扉の上に歌舞伎というのが渡ってますけど、その歌舞伎の上にですね、ちょっと白壁がありますでしょ、白い壁。で、白い壁の真ん中に塚という短い柱が立ってますけども、この歌舞伎の上のですね、白壁や塚がなくて、いきなりそこの歌舞伎の上に屋根がかぶっているのが、名古屋城や姫路城にある一番最初の古い形の高麗門。で、その古い形の高麗門がちょうど徳川家康の頃に流行したものなんですよね。で、家康の頃に流行しまして、秀忠の頃もそういったですね、旧式の高麗門だったんですが、三代将軍家光の頃になりますと、高麗門が発展いたしまして、この鳥居の形のような高麗門であります。要するに高麗門背丈が高くなるんですよね。まあ、そういったことで、江戸城の高麗門っていうのは、明暦の大火でほとんど全部焼けてしまいましたが、その後の再建なので、すべて家光の頃の新型の高麗門の形になっています。で、その中でこのたやす門の高麗門はですね、下の方に書いておきましたけども、高麗門の扉をつっております、この肘金、壺金というですね、釣り金、扉をつってる金具にですね、寛永13年の
あの国名がありますので、徳川家康の時代にあの作られたあの現存唯一の江戸城の城門、この田安門の城門ですね。で、要するにあの明暦の大火で焼け残ったものがこれでございます。で、当時最新型だから、あの最新型の新型の高麗門の中で現存最古の例がこの田安門でございます。なかなか格好のいいもので、これ江戸城の城門のですね、典型的な形となったんです。で、この形のあの高麗門が後に江戸時代にずっと使われてくるんですよね。これが家光の頃のものです。で、次のスライドをお願いします。で、次は矢倉門の方ですね。上があの矢倉門の縦咲きのあの断面図で、上から2つ目が2階の平面図で、3つ目がですね、1階部分ですね。で、一番下が正面から見た図でございます。非常にあの大きな矢倉門でございましてですね、で、この矢倉門の矢倉がやたらと大きいというのが江戸城の特徴です。で、この田安門の場合ですとですね、先ほど15軒って書いてましたけど、現在立っている田安門はですね、上のあの柱の間で考えると全部で19柱もありますが、19軒。1軒の中若干縮めて作ってあります。で、横方向が19軒。で、上から2つ目のですね、平面図、あの2階平面図見ていただきますと、ちょっと見にくいかもしれませんが、あの両サイドのところで柱を見ていただきますと全部で4軒になってますから、19軒 ×4 軒の矢倉門です。で、一般的に他の大名家 あのお城の中で本丸の正門だとか大手門のようなですね、大きな矢倉門の場合ですと、だいたい長さがですね10軒ぐらい、幅が2軒から3軒ぐらいというのが大型の矢倉門ですので、この田安門のこの城門、あの矢倉門というのは他の大名家が作ったお城の大手門や本丸正門と比べると約4倍の大きさがあるということがあります。江戸城はですね、とんでもなく大きいです。だから他の城に見ますとですね、あの大手門ですらこれの4分の1しかないんですよ。で、江戸城の中でいくと、この田安門というのは決して一番大きな城門じゃないんです。江戸城にあった標準サイズの城門がこれで、何しろこれ北の丸の門ですからね、本丸の正門じゃないんですよ。したがって江戸城の城門とはいかに巨大だったかっていうのはよくわかると思います。で、江戸城の城門の特徴は、まず一番下の図見ていただきますと、真正面から見たとき、真ん中にですね、あの両開きの扉がついています。で、これを大きな門、大門と言います。で、その大門 の両脇にですね、片開きのちっちゃな扉がついています。で、これが小さい門、小門と言います。で、江戸城のあの矢倉門は大抵真ん中に大門、両脇に小門がついた、全部で3つ戸口がある城門が標準的で、大体よその大名家ではですね、真ん中の大門と、それから小門は右か左か、どっちか片方だけというのが通常でございますから、江戸城はちょっと破格に大きいですね。それともう一つ江戸城の特徴ですが、城門のですね、まあ、一番下の図見ていただきますと、門のすぐ上のところに窓が並んでいる。この窓がですね、あの縦格子窓。で、門の上、矢倉門の2階の窓を縦格子窓にするのは、これはあの弓矢で攻撃するというのは非常に重要だったものですから、弓矢をですね、あのそこで並んだ兵士がずっと居続けるためには、縦格子窓を並べていくのが一番良かったんですよね。したがって、矢倉門の2階の縦格子窓というのは、矢倉門の標準設計で、江戸城の矢倉は全部格子窓。しかもこの格子窓は非常に高級品でございまして、全部銅板張りになってますよね。それが江戸の特徴ですね。で、なおかつ一番下の図を見ていただきますと、窓の上と下にですね、あの 線がですね、通ってます。この線は右の方に書いてきますけど、投げ芯型というものでありまして、これは江戸城の矢倉門の飾り。もちろん江戸城のは矢倉門だけではなくて、矢倉にも同じようなものがついてますけれども、この白壁の中に投げ芯型をつけることによって格調を高めて、いかにも江戸城らしいものですね。まあ、とにかくやたらと大きい。それから江戸城のもう一つの特徴は、下から2つ目の1階部分の平面図見ていただきたいんですけれども、門を中に入ったときに、この両側左右見ていただきますとですね、そこにですね、幅の狭い 板敷きのところがあります。で、通常 あの城門ではこんなところに板敷きを作っておりませんでした。ここは土間になるんですけれども、江戸城の城門だけはそこにあの狭い板敷きの作ってきました。この板敷きの部分が一応板書になっているんですけれども、ここに狭い板敷きをつけるというのが江戸城の城門の特徴になります。まあ、とにかくやたらと大きいというのが一つの特徴ですね。で、次の、
あの資料をお願いいたします。で今の田安門のですね、櫓も横から見た図でございます。江戸城の特徴でございますと、まず屋根の上のシャチ、全部ですね銅の鋳物でできています。鋳造のシャチですね、青銅の鋳物で作ったシャチで非常に立派です。それからあの屋根の三角形のところ、破風と言ってますけど、破風の中にですね、まあ、全部銅板張りになっていて、その銅板張りのところにですね、あの波の模様が打ち出しています。この波の模様のことを青海波、青い海の波と書いて青海波というんですけれども、この青海波紋をあの打ち付けるというのが江戸城のですね、一つ の, あの特色、シンボルになっているんですよね。で、下の図がですね、あの矢倉門の断面図でございますけれども、江戸城の矢倉門は他の城門と若干違いがあるんです。で、下の断面図見ていただきますと、左側があの外側でございますが、扉がついている鏡柱。で、右側の方が城内側でございます。で、江戸城の矢倉門はものすごく大きかったものですから、下の図を見ていただくと、1階部分の柱が3列立っています。いかがですか、3列。普通の矢倉門はですね、2列しかないんですよ。この真ん中の国1列余分なんですよ。これがやたらと大きいので3列になってます。なかなかあの日本中探しまして3列ある矢倉門って少ないですよね。江戸城は全部3列になってまして、とにかく大きい。ね、もう一つの特徴は、あのこの3列ある柱のうちの左側のところがですね、鏡柱というんですけども、この鏡柱より上の方をずっと見ていただきますと、2階の矢倉がですね、鏡柱にも外側に張り出してますでしょ。で、この張り出したところにですね、床下に石落としてのをつけておりまして、で、門のですね、扉のところまで敵兵がですね、あの走り込んできてしまいましたら、扉の前の敵兵はですね、窓から見ても全く見えませんので、このちょうど扉の上に石落としがあります。この石落としを開くと、真下に門の扉の前に来た敵兵が見えます。で、その敵兵に対しては石落としから鉄砲を打ちかけてあのやっつけると。で、まあ、櫓門では、ね、2階の正面側のところに石落としをつけるというのは、これは標準装備ですから、江戸城もそうなっています。で、ところが反対側、裏側です。反対側、裏側は石落としをつけませんので、一般的には、この後ろ、あの表側と違ってですね、裏側の2階はですね、外側に張り出さないのが普通なんです。でところが江戸城はですね、裏側も外側に張り出していまして、これが江戸城の特徴。で、裏側を張り出させた最初の城門は名古屋城ですので、江戸城の矢倉門っていうのは基本的には名古屋城の城門をあの元にして、でそれによって進歩を発展させて、さらに拡大してできたのが江戸城の城門だということです。まあ、とにかく、よその城と比べますとですね、4倍もあるような超巨大な城門が江戸城で、扉もやたらと分厚くて、日本国内にですね、いろんなあの城門がありますけれども、扉の厚さは江戸城が最大です。江戸城の扉の厚さはですね、この高麗門も矢倉門も同じでございますが、7寸なんですよ。7寸ってのは21センチ、扉の厚さが21センチですよ。あの他のお城ですとですね、分厚いところで15センチぐらい、薄いのですとですね、あの10センチないのがありますよね。あの9センチぐらいのが一番薄いもの。それに比べますとですね、21センチ7寸。で、扉の厚みもですね、日本一。まあ、何かない前で日本一というのが江戸城だったんですね。で、最後のスライドお願いいたします。で、こちらの最後のスライドはですね、江戸城の内郭部分の内側の車のですね、差し図でございます。あのこの指図はですね、なかなか優秀な指図なんですけど、プロポーションはかなりデタラメで随分と歪んでます。だから歪んでるのはですね、ちょっとあの割り引いてちょっと見ていただきたいんですが、ここで見ていただきたいのは、あのちょっと見にくいかもしれませんけれども、左の上のところに範囲を書いてきましたんですが、水色で塗ったのは、一番最初に申し上げました正式なマス型門。要するに外側の城門と内側の城、あの矢倉門、高麗門と矢倉門の2つ構えで、なおかつ、マス型に対して3方向から弓矢をや鉄砲を撃つことができる。要するに3方向攻めができるのが正式なマス型門です。それから上から2つ目のですね、黄色い色が塗ったところ、これは正式でない、非正式なあのマス型門。非正式っていうのはどういうことかというと、マス型というのは本来3方向から
弓や鉄砲って敵を殲滅するんですけれども、3方向ではなくて2方向もしくは1方向からだけしか弓や鉄砲撃てない。で、1方向や2方向しか弓や鉄砲撃てないというのは、はっきり申し上げまして、これまでマス型門の価値全くなしというものなんです。それでこの江戸城の中心部を見てみますと、この水色で塗ったもの、たったの3つしかないということ分かりますか？あ、3つやる。1、2、3、4つですね。4つしかないんですよ。で、1つがですね、右端にあります、あの、門ですね。これ、一橋門ですね。それから、上の方にある田安門がありますでしょ。それから、西の丸下のところにあります、和田倉門と馬場崎門。それから、二の丸のところにあります、下町門。さっき私、3つだと言いましたけど、1、2、あ、もう1つ、あと右のところにもありますね。一橋門の下のところにある門と、それから、ちょうど大手前、大名工事のところにあります城門がですね、大体そうなんでございますけれども、で、この特に中心部分に関しては3つしかなくて、で、ちょっと外側のですね、この大名工事、現在の東京駅が建っちゃってるところのあたりにあった城門にかなりたくさん、この辺はもう外郭の門になるんですけど、その辺の城門のところにパラパラと、正式マスガタモンが出ていますね。そうすると中心部分のところにほとんど正式マスガタモンがないんですけども、中心部分に正規マスガタモンがない原因は、これはそこを作った時がですね、まだマスガタモン、東道高虎流のマスガタモンまだ導入する前だったかもしれませんですね。で、外側に行くとだんだん正規マスガタモンが増えてきまして、で、上の方の欄外のところちょっと書いてきましたんですけども、上の欄外見ていただきますと、正式なマス型門は外グルは外郭の部分にあった城門で、外グルは外郭にあったところの城門は三つけと言っています。例えば赤坂三つけという地名が残ってますけど、あれは赤坂の御門城門があったところですね。だから江戸城では外側の門のこと三つけと言うんですけども、この外郭の三つけはですね、ほとんど全部正式なんです。上のところに書いておきましたけれども、芝口と虎ノ門、それから赤坂に、自分で書いた字がちっちゃく見えない。あと四ツ谷と市ヶ谷に、牛込に小石川、筋違いに浅草橋と。で、要するにこの江戸城 の外側にあった見つけ、ほとんど全部三方向攻撃ができる正式バス型門。で、その中で非正規なのはですね、その下に書いたたった2つだけ。ですよね。で、結局ですね、江戸城の外堀のところに作った城も一番最後に作りましたから、結局最終的に江戸城 の形である正式マス型で、内側に来るとだんだん減ってきて、で、特に中心部分になるとほとんど正式マス型が門がなくなってしまう、まあ、この辺のところがですね、城門を作ったこの時代の差がですね、出てくるんじゃないかと思うんです。だから江戸城のこの歴史を調べるときにです、こういったマス型のですね、形の違い等も合わせながら皆様方で研究していただくとより面白いんじゃないかと思います。で、以上で今日の話を終わりにいたします。どうも聞いてくださいましてありがとうございました。三浦先生どうもありがとうございました。以上をもちまして、第5回講演会、16話から18話までのお話を終了させていただきます。次回の講演、第6回講演会は2月21日の14時から予定をしておりまして、江戸城天守に関わった人々ということで、徳川家康、秀忠、家光の3代の将軍、それから保科正之、荒井白石など江戸城天守に関わりのあった人物像を中心としたお話が、同じく三浦先生からございます。ぜひ皆様ご期待をいただきますよう。で、以上で終了させていただきます。どうも先生ありがとうございました。ありがとうございました。